ギリ,リですよろしくお願いします。ということで、今回もバンテラッシューやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、前回、最強サポート編成、そう、星4の超フェス、フェス限工場キャラ、星3、星2、ま、すべてを使ったね、しっかりとした、あの、最強サポート編成、皆さんにご紹介していったんですけども、今回は、 星4の向上、そして星2、星3の最強サポート編成、えー、やっていきたいと思います。てなわけでですね、まあ、これはね、本当に比較的簡単に作れて、まあ、皆さんもね、初心者の方も、ま、すぐさまね、あ、このキャラだったらいる、このキャラだったらいるっていう形でね、まあ、できると思うので、はい、ぜひともやってみてください。てなわけで、赤、青、緑、すべてやっていきたいと思います。どうぞ はい、まずはですね、赤属性になってきます。まあ今の環境ね、赤はめちゃめちゃ強いんですけども、はい、そん時のエンマゾロ。 を、えー、使うパターンですねはい俺もねこれ組んだらね169.4%でえもう少し170%いくやんっていう形でちょっとワクワクしちゃいましたはいえー、まあこちらがですね、えー、と星4ですね星4とまあ星3はい星3のフランキーはいでまあこちらのベッジを使って、まあ、やっていってるという感じですねはいで中身がですねアタッカー麦わらの一味超人形船長新世界最悪の世代4タググランド ライン3タグとといいいった形でいやめちゃくちゃゃく強なかとはい、これが、えー、星4と、えー、そして星4の向上、そしてですね、星3でできる最強サポートエースになってきます。はい、まだなんで、ゾロを使って、えー、行く、この新世界パターンですよね。まあ、ゾロで言えば、まあ、多分、えー、皆さん新世界にされてると思うんですけども、やっぱりこう、有利属性にね、えー、どんどん変身していくキャラになってくるから、ま、あ新世界、もうグランドラインいらないじゃんっていうところで、えー、まあ、新世界のやつで、え、組んでいるんですけども、 これで組めばね、めちゃめちゃ良かったね。はい、もう普通に最強の,、えー、のフェス限、超フェスを組んだ、えー、パーティー編成並みにめちゃめちゃ強いですね、これ。はい、えー、なんでこれぜひともおすすめします。まあ、エンマーゾロを使ってる方はですね、えー、ぜひともこのサポート編成丸パクリしてほしいですね。はい、えー、まあなんで、えーまあ、この後ですね、赤のまあ優先的にも、えー、これ育てておいた方がまあいいよっていうのも、えー、ちょろっとお話ししていきたいと思います。 はい、続いてになってくるんですけども、これはですね、オリンキング、 ウタちゃん、ヤマト、まあ、他のキャラクター、赤属性のキャラクターがそうなんですけども、まあ、全部に使ってこれるサポート編成になってきますはい、えー、まあそれがですねこちらにまず見てほしいんですけどもゲッター麦わらの一味超人系船長グランドライン新世界4タグ最悪の世代4タグという形でえめちゃめちゃ強ないかというところなんですよねはいでこれねグランドライン、まあ、やっぱグランドラインがね絶対的に欲しくて、はいまあ、グランドライン 編成にしてるんです。 はい、これグランドライン編成にすると、ここのゲッタータグ、まあこれゲッターってあるんですが、はい、えっ、ー、と、これがですね、ディフェンダータグとアタッカータグで組み込むのが非常に難しかったんですよ。はい、ていうか、まあ無理だと思うので、あまあね、こうやってしっかりとタグ揃えていこうと思ったら、なので、えー、しっかりとこの麦わら一民とか超人系船長とかも組み込まれている、えー、もうタグかなり優秀にした、えー、サポート編成に仕上げました。はい、それがですね、は、まあ、こちらになってくる んでですすけどもええー、ままああマルコ、えー、まあこの星4の星工場ですよねはいまあここに星4の工場がいてで星3がいてはいここに星3いて星2のチョッパーっていう形で、えー、今回組み込んでおりますでこれでまあ168パーとかねえー、とまあ今俺は現時点でいくんですけどもはいえー、まあなので組み方といえばもうこのゲッタータグをつけていくって感じですねゲッターグランドラインで編成かましていけば、えー、自然とですね麦わらの一味超人系船長っていうのがまあ揃っていくという 感じですねえ、はい、まあ俺はそれでもアタッカータグやっぱりうたちゃん使ってるからアタッカータグつけたいよっていう方は全然つけてもらっても構わないんですけども多分ね3タグぐらいしかいかないんですよねここの、えー、こういった3つぐらいしか、えー、とサポートタグが揃っていかないのでまあまあまあ、えー、平均するとまあ弱くなってくるかなというふうに思いますなので、えー、オリンキングた、えー、ちゃんヤマト、えー、そこら辺の赤全般を使ってる方、まあ、エンマゾロ以外使ってる方ですねに関して言うと、えー、このサポ ポート編成がえ一番いいと思うので、ぜひとも皆さんやってみてください。 はい続いてはですね青になってきます青はですねこちらまあ青カイドとカレイリーもセットしてるんですけども,もう青全般で考えてもらって大丈夫ですはいそれがですねこちらアタッカータグ麦わらの一味超人気船長新世界そしてディフェンダータグ4タググランドライン最悪の世代が4タグずつといった形になっていますねはいまあなんで皆さんがねゲットしやすいまあえとまあ星4のキャラクターの向上と星3で 組み込んでいくとこんな形ですね。はい、まあ、ここにね、星さん、えー、のキャラクター、えー、まあ、ここにね、しっかりと組み込まれてて、まあ、パーセンテージも上がって、で、まあ、あのー、本家のやつで言えば、ゾーン系、えー、っていうのがね、 アタッカー、えー、と、新世界、ゾーン系っていう形で組んでるんですけども、えー、まあ、ゾーン系はね、さすがにフェスゲンのキャラクター持ってないと組み込んでいけないので、はい、えー、それ、もうこちら、新世界で、も苦手属性に対しては、こっちで対処していこうよと、はい、いう感じになっております。まあ、その代わりね、タグが、え、本気よりかは、しっかりと、えっ、ー、と、多いと。 はいえー、まあこちらが5タグマックスかな5タグマックスになってて、えー、とディフェンダータググランドラインもついててそして最悪の世代も4タグまでついてるという感じなので、はいえー、とまあ青を使ってる方はですねちょっとサポートをちょっとこれ弱いよっていう方は、えー、でこういった風にしていくのめちゃめちゃありだと思いますぜひともやってみてください はい。続いてはですね、緑属性になってきます。まあ、緑もですね、もうこのサポート編成になってきますね。まあ、全般的に、えー、しっかりと使えてくるサポート編成になってきます。はい。えーと、それがですね、こちら、えー、ゲッターダグ、麦わらの一味、超人形、新世界という形なんですよね。いや、緑はね、あの、比較的にサポートキャラがまず弱いんですよね、これが。はい。えー、まあ、これ、新世界で組んでいこうってなったら特になんですけども、めちゃくちゃ弱くて、はい。 なので、こちらね、あの、ゲッタータグ、まあ、アタッカータグを無理くりつけていこうと思ったら、またタグが少なくなってくるという考えなので、えっ、ー、と、ま、今回もこちら、ゲッタータグにしております。で、しっかりとね、新世界を入れて、まあ、赤属性、やっぱりマムとかね、まあ、キングとか、まあ、そこら辺の赤属性に対して、しっかりと強く出れるようにしていくとですね、こういったサポート編成になってくるかなというふうに思います。まあ、結構ね、あのー、まあ、星2、星3、まあ、こういったふ 使ってていう感じですねなので、まあ、これもですね、すぐさまやっていきやすいサポート衛星になってるかなというふうに思います。はい。えー、まあ、これもですね、アタッカータグとかを組んでいくのであれば、えー、多少ね、えー、3つのタグになってきますね。はい。新世界込みで3、3アタッカー、新世界、もう1個が超人系だったかな。はい。という形になってくるので、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、 タグが1個、マックスが消えてしまうという感じです。ただ、それでも組んでいけるのは組んでいけるので、えー、とやっぱり火力をもっともっと出していきたいっていう方はですね、全然アタッカー新世界で組んでもらってもいいと思います。はい、というような感じですね。まあ、今回は星2、星3、そして星4の工場の上で作る最強サポート編成になってきます。ぜ、ま、ひ、あ、ともね、皆さん、FS ゲー少ないよ、超フェス全然いないよっていう方はですね、ぜひともやってみてください。 はいってなわけでですね今回はこれで終わりたいと思います皆さんいつもご視聴ありがとうございますじゃあねー